頑張ります。うちのカレン、キャワタマジ彼氏いないからバイブ下がりけりそれは下がりけりパンパカパーン、南です。カレンです。あかりです。ココラです。マルです。ファイルエモーションです。はい、今日はですね、なんと2007年のギャルメイクをしていきたいと思います。イエーイ。初ギャルメイク。初ギャル、ギャル、ギャル、ギャル。私のお姉ちゃんがギャルメイクをしてたということで、お姉ちゃんに教えてもらいつつ自分たちのもやっていこうかなと思います。イエーイ。よろしくお願いします。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、レッツゴーレッツゴーバビン。何からすればいいんですか？カラコンから入れる。あ、コンタクト入れます。コンタクト入れます。コンタクト入れます。見てください、目。これ 14.2 ミリなのに縁あるからめっちゃ大きく見える。次は何ですか？アイプチ。アイプチ。アイテープで幅をがっつり。斜め目みたいな。うわ、なんか、なんか、なんか、え、見て。つけまつげをつけちゃうから、絶対にシャドウ塗る前にこれをつけないと、もう、ツルツルしちゃって、粘着がなくなるから、つけ直したいときは、つけまののりを貼りたいところに塗って、それをテープをつければもう、すごい。爪かわいい。爪かわいい。え、そうそうそう、合ってます。そう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 、目に入ってる。こういうことですって。ここに三角形を作るらしい。両目。白いからね。やばいでしょ、シンプルに。これは人生で初めて唇の色を消している。もうがっつり消しちゃっても大丈夫。あ色付きリップはあんま塗んないみたいな。へぇー、これ悪そう。はい、次ギット、シークレットスキンメーカーゼロ。暗い色？暗い色だね。首と、首の色と顔の色。首にも塗ったり、日焼けするときに顔は焼かないでいるみたいな。シミとか、それはぐらいはちょっと考えちゃうみたいな。すごい。なんで塗ればいいしみたいな。だから日焼けとか日サロとかみんな行って、そうそう、首ぐらいのでまた買い出すみたいな、ファンデーションを。どう？暗くなった？なった。つけ爪とかも今じゃ最強なね、糊とかあるけど、そういうのなかったから、シールじゃあれだからって瞬間接着剤、アロンアルファちょっと熱くなっちゃうみたいな、とかでやってたりしてたから、多分爪が多分薄い。ファンデーションで黒くならなかったらもうシェーディングを塗る。あ、顔面に。そう。黒い。うん、黒い。黒くなった。じゃあ黒い。イエーイ、日焼けしたー。黒いな。なんか、明かりがすごいギャル感あるんだよね、今。髪の毛も巻いてるから。次やったらシェーディングで。シェーディングでも色のついてないパウダーでちょっと押さえてもいいし。ね、すごい。みんな一緒。ハートバイクロスローザン。いやー、めっちゃ黒くなった。うん。そしたら、つけまつげ。アイラインやる前に、うん、アイシャドウもやる前に、うん、アイシャドウつけてやっちゃうと、つかない。そう、パウダーの上だから、つかないんだよね。うん、つけまつげ。えぐい。楽しい。本当はこれ3枚つけてた。目開くんですか、うん、このデザインとちょっと薄めとかを2枚重ねて、もう1枚は目頭のとこだけを半分ちょいぐらい切って、もうここまでのせるみたいな。それを普通につけるより垂れ目っぽく。自分のまつげで、自分のまつげの上上だよ。ちょっと幅開けてもいいけど、あのアイラインで埋めちゃえばいいから。気持ち悪い。反動めっちゃ変わるね。こんなんです。そう、先生、つけまつげがいなくなりました。マジテンション上がるんですけど、まつげないとか無理なんで。マジ寒い。もう諦めて、諦めて、その子はちょっといつか使うときに。これじゃあみんなに視聴者プレゼント、視聴者プレゼントで、何束あるかな、10束あるので、10名様にこちらプレゼントいたします。何本か私の自まつげがついてます。抜けたの？抜けた。ってことで新しいのをつけていきます。はい。明かりがめっちゃ出る。眉毛のない感じがさ再現されてる。そう、眉毛も本当にね、なかった。ええー。
キャワタンマジ彼氏いないからバイブ下がりけり。つけまの次は何ですか。アイシャドウ。まつげついたよ。いつもより全然オーバーで塗ってる。オーバー気味。もうなんか眉毛の下まで塗ってる。そう、すげー。ハイライトみんな持ってる。はい、はい、今の概念がちょっともう T なの。だから今じゃアウトなやり方。でもマジでやりすぎレベルになる。そうそう、今思うともうみんなこう、こんなっていうぐらい、指一本分ぐらいこうやって OK です。で一番黒い色をアイライン引くようなところにちょっと下の方からって垂れ目にしたいからここにもこうやって塗っちゃう。で、アイラインの方が先にしようか。下は囲まない。ここちょっと開けるの。本当の垂れ目っぽくまつげがあるみたいな。そう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 、もうなんかこういう目はどこまでも自分で範囲決めるってこと。そうそうそう。え、絶対これ間違ってもらうから。え、うちもそれ使ってた。めっちゃだから眉毛黄色かった。みんなね、違うギャルなんだよね。ちゃんと個性が出てる。涙袋、うん、なんかアイライン引いたじゃん、ここから、はい、黒いとこ塗んないみたいな。え、でもなんか楽しいんだけど。みんないる。顔の形も目の形もみんな違うからさ、一緒にはならないけど、みんな個性がちゃんと出てる。次はチークです。チークはやっぱ顔の色味とかもあるけど、系統とかもあるけど、基本的にオレンジ。今ではキャンディー PW2525 です。前髪ありの方がいいかも。可愛いの方が目が濃いのがすごい映えるから。女装してるみたい。髪が黒いからなんかさ、あとでパパに送ろう。全然清楚ギャル。はい、これでメイクが完成しました。ではメイクが完成したので、一緒に髪の毛も巻いたりストレートにしたりしていきたいと思います。はいはいはい、はい、せーの、オーギャー。ということで完成しました。どうしました。あれあれ、え、地毛だけど染めてきた。あ、今染めてきたんだ。今やばいギャルって。え、今つけた。ふっかる、あとつけた。今日さ、みんなノリ良くない。それね、バイブさん。こちらのメイクのポイントはですね、まず、まあ皆さん見てわかる通り、このつけまつげですよ。つけまつげ、バッサバサのつけまつげ。そして普段よりより幅が広くなった二重と目尻のこの垂れ目、うんうん、涙袋の白いラインですよね。縁ありのグレーだったり茶縁のカラコン、こちらが2007年のギャルのメイクのポイントになります。ニャオアゲアゲア。はい、今日もこの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。じゃあ、バイバーイ。